ましょうね。寒いですね。大丈夫ですか皆さん。はい、続きましては東海村お隣から、来てくださいました花音会の東海花舞の皆さんです。どうぞ。大勢さんでお越しいただいております。3世代のチームでございます。久保さん、ご紹介くださいませね。はい、はい、今年もやってまいりました。この静峰ふるさと八重桜祭り、今日は花音会東海花舞デビューの子がいますので、その子をちょっとご紹介したいなと思います。小学1年生、ご挨拶しようね。ちゃんとできるかな。今日は頑張ろうね。よろしくお願いします。はい、戻りましょう。私たち花音会東海花舞は3つの花、3世代で踊っております。一つ一つの花がそれぞれの踊りを皆さんの心に伝えたいと思います。新曲つなぐ花音会東海花舞、気をつけ、よろしくお願いします。のれつなぐ構え、
今日はこの新衣装を作っていただいた大宮の大森社長もいらしております。本当にどこで見ているか分かりませんが、ありがとうございました。感謝いたします。一度礼、ありがとうございました。なおで、お名前、会場、ありがとうございました。まあ素晴らしい大勢さんで、綺麗なお衣装で、とても素晴らしい演舞でございました。